おはようございます。億万長者への道を歩みたい皆様、ちょっと今回はね、吉谷さんへのメッセージというよりも、吉谷さん以外のこの動画をたまたま見てる方にちょっとお話したいんですけども、多分ね、皆さん自己評価非常に高いんじゃないかなと思うんですよ。例えばね、 YouTube をやるにしても、それからセミナーをやるにしても、なんかビジネスをやるにしてもね、 SNS やるにしても、なんか反応がね、このぐらいあることを望んでるんですよ。自分の評価はこのぐらいあって当然だろうと。 YouTube をやったら何見に来るかなと。3人しか見に来ないの、なんでだよってなっちゃうんですよ。だって自分の実力が3人なのに30人来るだろうと思ってるじゃん。で、自分が集客したら、まああいつもこいつも来るだろう、まあ10人ぐらい来るんじゃないのっていうような自己評価なんですよ。でも実際はあなたのために時間と手間とね、お金を割いてくれる人っていないんですよ。そういう関係なんですよ。っていうのが自己評価をしないといけないところ、ずっと落とさないといけないところなんですよね。でも自分の自己評価は、まあこのぐらいじゃないの、平均よりちょっと上ぐらいじゃないのっていうふうにね、思っちゃうんですよね。だからガクンと下がるんですよ。FX をやったら、まあしばらくやったら、コツコツやったら3ヶ月か半年ぐらいで遅くても、なんかきっかけがつかめるだろうというふうなね、そんな自己評価なんですよ。私はですね、3年かかってFX がどうなるかなっていう風な評価だったんで、1年目で1回も勝てなくても全然へこまなかったですよね。むしろそんなもんだと思ってました。でも 90% 以上の方はそこで脱落するんですよ。自己評価高いからですね。自己評価高いんですよ。 YouTube 動画を撮ったら再生数がなんかね、ドーンと上がるっていう風に思ってるでしょ。上がんないんですよ。あの、私もね、吉野さんも何年もやってて、で、基本的に平均再生回数100いかないんですよ。何年もやっててですよ。チャンネル登録も何千人とかいてね、私なんて1万人前後いますけども、それでもね、大した再生数いかないんですよ。それで当たり前だと私は思ってますし、吉田さんもそんなこと気にしてないんですよね。だから続くんですよ。だって動画を100本とか200本とか撮って何か成果が出ると思ってるんでしょ。100本とか200本じゃないのと一緒ですね。1000本でもまあないのと一緒ですよね。しかも工夫をしながら積み重ねていって、いろんな動画のヒントを得ながら、いろんなね、トレンドをキャッチしながら、1000本2000本5000本動画を上げていく、1万本動画を上げていく、その中でたまたまなんかわかんないけどヒットするような数万再生みたいな動画がたまたまあるんですよ。で、たまたまそういう動画があるんで再現するのが難しいんですよね。そう思っていかないと、まあ自分の力はね、もっともっとあるんだとかね、ここら辺なんだと思っちゃうと、結果はこうだと、この落差が落ち込むんですよ。だから自己否定感としては、いや、自分はね、そんなに頭も良くないし、センスも悪いし、なんかがむしゃらに行動してもこのぐらいなんだと思っとけば、このぐらいでも、あ、やっぱり自分の自己評価は正しかったなと思えるし、低くてもね、あ、まだ自分の見立ては悪いんだな、もうちょっと落とそうかってなるし、仮にこの辺で結果が出たら、お、たまたまうまくいった、本当皆さんのおかげだな、自分の実力はこんだけしかないのに、これだけの評価いただけるんでありがたいなと思うわけなんですよね。だからね、自己評価高くていいことないんですよ。自己評価が低いとコメントで悪さされても腹が立たないんですよ。あ、そうですよねと、あなたの言うことはもっともです、あなたが賢いですっていうわけなんですよね。で、今回の動画の最後になりますけども、私ね、あの Facebook に結構ね、アンチなコメントを数年にわたって書いてくださる方がいるんですよ。で、その方に一回ね、あのお話っていうかね、コメントで返したことがあるんですよ。普段返さないんですけども、どういうふうに返したかっていうと、まあ私の意見がね、支離滅裂で聞くに耐えないとかね、レベルが低いとか書いてくるんで、その方に私はね、そうなんですよ、私はそんな大したことが言えませんから、私のことがまあ分かる方とかね、言い方悪いけど私と同じレベルの方が集まってるんですよ。で、何々さんはすごく見識深くて賢いんで、そういう方となコミュニケーションしたらいかがですかと、きっと賢い何々さんなら相手にしてくれてますと、で、私と気が合うってことはないですからっていうふうにね、書いたわけなんですよね。で、それ以来ね、ちょっと好意的なコメントに変わってきたというねことなんですよね。そうなんですよ、やっぱりね、自分が賢いつもりでも、自分と付き合ってる方、付き合ってくださる方がいるわけですよ。だからその方への尊重心をなくしちゃいけないですし、例えばね、あのツイッターとかが、まあ民度が低いっていう言い方もあるんですよ。ツイッターってレベルが低いよねって、
でもそのツイッターのフォロワーはあなたに集まってるんですよ、ね、あなたのレベルに合わせてツイッターのフォロワーさんが集まってるんで、民度が低いよねってなるんですよ。でレベルの高い発信してると、そのレベルの高い発信についてこれない人はフォローしないじゃないですか。そのレベルの高い発信についてこれる人がフォローしてくるんで、自分のフォロワーさんを見るとね、それがそのまま自分なんですよね、っていうふうに私は考えてるんですよ。まあ、ですので私のこの動画を見てくださる方っていうのはきっとですね、自分も豊かに幸せになりたいけども、その結果周りの人を豊かに幸せにしたいっていうふうな、そんなね、慈愛の精神というか公共の精神に満ち溢れている、私利私欲のことばかりじゃない本当に素晴らしい方だなと思うんですよね。そうなると私の動画ってヒットしなくてもしょうがないんですよ。だってそんなにね、自分以外の人のことまで考えてくれる人ってそんなにたくさんいないんですよ。ほんのちょびっとですよ。で、そのほんのちょびっとの人がこうやって動画を見てくださるってことで、本当私はね、皆さんとのご縁、そして恩を感じざるを得ないかなと思います、うん、きっとですね、自分さえ儲かればいいっていう人はこの動画見てないんですよ、うん、ありがとうございます。それでは次回もね、吉谷さんとマンツーマンのこの動画のやり取りに、まあ、集まってくださる方もいるかもしれません。その方が誰か分かりません。私はこの動画を見てる人が吉谷さん以外は誰か分かりません。分からないんですけども、でもその方にもね、何か気づきがあればなと思いながらの放送を続けさせていただきます。それではいってらっしゃい。